はい、こんにちは。札幌占い美容師斎間市のことです、美容師の都市伝説編をお伝えしたいと思います。今回は植毛矯正の値段、それについて、話していきたいと思います。都市伝説に基づいた内容になりますので、信用しないでください。植毛矯正の値段すごい高額、例えば3万、4万、5万とか、海外行くと800ドルぐらい取れたりとかね、値段がいろいろあります。海外行くと日本の宿毛矯正ってジャパニーズ宿毛矯正って言われてて、ちょっとやり方が違ったりするんですよね。結構海外に行くと本当に高単価取れたりとかするみたいです。で、日本でもね、今価格が本当に、まあ、1万円のところも、1万円以下のところもあったり、まあ、薬剤の値段って、酸性宿毛矯正とかで使うスピエラって薬があるんですけど、こんなちっちゃいやつすごい高いんですよ。高額なんですけど、それはあのこんなちっちゃくてもめちゃくちゃ高いんですよ。5000ぐらいですよ、こんなちっちゃくて。80ミリとかで、まあ物によるんですけど。で、ただですね、使うのが 10% とか 5% とかしか使わないんで、まあ大した金額じゃないんですよ、材料費って。あとトリートメントですよね。まあたかが知れてるんで、トリートメント使っても、うん、だから高額、だから高額サロンだからすごく高いトリートメント、まあもちろん高いの使ってると思うんですけど、極端にすごい材料費が、例えばね、3万とか4万とか5万とか取ってる宿毛矯正のお店で材料費が1万円っていうことは絶対ないんですよ。絶対ないです。まあもしあったとしたら、その仕入れてる先がちょっとおかしいですね、技術量なんですよ、ほとんどが。で、高いからうまいかっていうと、まあそうでもなくて、値段を取るのが上手な美容師さんってやっぱいるんですよ。口がうまい、まず一番ポイントとしては。で、まあ、技術もね、うまいのかもしれないけど、うまくないかもしれない。ちょっとわかんないです、そこは。僕は東京の方のサロン、まあずっといて、それから北海道帰ってきて、横浜もいたかな。かなり数、すごい数の美容室、まあ僕はあの辞めたりとかして結構いろいろ見てきたんですね。で、僕が記憶に残ってる、まあすごい昔ですけど、記憶に残ってるとこで、すごい美容師さんが、女性の美容師さんだったんですけど、一人すげえなって思う人がいて、東京じゃなかったんですけど、その人は決して高くなかったんですよ。今思ってもあの人すごかったなーって、オールマイティーに、うん、すごかったなって美容師さんがいました、一人。なんで、そんな高単価ではなかったです。手際もいいし、技術もうまいし、すごかったなーっていう記憶があります。なんで、高い美容室がいいかっていうわけではない。です。ただその美容師さんはね、発信とかもあんましてない人で、なかなかちょっとその美容師さん見つけるのは難しいと思いますね。行ってみないと分かんないっていうのも正直あって、じゃあどうやって美容師さん見つけたらいいのっていう感じになると思うんですけど、とりあえず今探せる部分に関して、一般のお客さんが探せる部分に関しては、ブログ、それから YouTube の発信とか見て、何かしら発信してるのを見ていくしかないと思うんですよ。で、ホットペッパーさんの出てる広告の文言って何ぼでも書けるんですよ。違反キーワード以外は。なんで、あそこはあんま使用しない方がいいですよ。あそこを見ていくと失敗します。ホットペッパーさんが悪いとかじゃなくて、何でも書けちゃうんですよ。うまいとか、そのこだわりとかね、あんまり信用しない方がいいかもしれないです。何を信用すればいいかっていうのは、個人の美容師さんの発信してるものだったりとかですね、そういうのを見ていくのが一番ベストかと僕は思います。で、値段のつけるのはやっぱりね、立地条件、家賃が高いところ。例えば僕が今いる場所はそんな家賃は高くないですけど、例えばこれが表参道にサロンを僕が出してたとしたら、家賃が高いじゃないですか。で、うちはそんな席数も多くないんで、まあ7個ぐらいの席ですよね。で、これ東京で出すとしたら結構な家賃になるわけですね。北海道は安いですけど、そうなってくると一席の1時間の価格を上げないためなんですよ。そうしないと家賃払ったり人件費払ったりできないわけですね。なんで、こう技術がうまい下手っていう以前に、継続をしていくためにそれなりの金額を出さないとダメなんですよ。そしてターゲット層としてる、サロンのターゲット層としているお客様ですね。そこのお客様の、例えばその世帯年収とか、そういう部分もあると思うんで、そういう世帯年収が高い地域にある、まあ、北海道でもね、高い地域にあるサロンは値段設定は高くしています。
本来多分値段設定を高くしようと思ってその地域に多分サロンを出してるんで、だからそこで技術量があるかないかっていうよりはその地域の価格なんですよね。あと美容師さん同士はなんとなく分かります、 あの人上手だなとか、まあでもお客さん分かんないと思うんで、例えば美容師さん同士は大体分かります、あの人値段高いけど大したことないなとか、嘘が見抜けちゃいますね。で写真だけだとなかなか分かんないんで、まあ動画ね、アップしてたりとか、でも動画も大体最後アイロン入れてごまかしたりとかすることがほとんどなんで、分からないんですよ実際にアイロン入れちゃうと。で、見抜ける方と見抜けるレベルまで来ると、あアイロン入れてても分かるんですよね、毛羽立ちだったりとか細かいテイスト見ると、これ綺麗にかかってないなとか、まあ、失敗したなとかっていうのは僕はなんとなく見抜けます。でもお客さん分かんないのでなかなかそこ見抜ける力っていうのは難しいと思うんですよね。ただ僕が見てる限りは高いところがうまいっていうわけではないです。値段がそこがそのうまさと比例してるっていうふうには思わないですね。まとめますと立地条件だったりその高級志向を目指してるサロンさんとか、やっぱりその数をこなさないで一人の単価高い方が楽じゃないですか、1日売り上げ上がった方が、まあ、そういうサロンは結構高い感じに設定してます。まあ、最近は髪質改善がすごく人気が出てきてて、まあ、髪質改善っても大した髪質改善できないんですけど、髪質改善が今流行ってる中、どうしてもその高単価サロンってちょっと増えてきてて、で実際お客さんが通ったんだけど、まあ、うちも結構来てくれるんでそういうところからやったんですけどって、で実際どうでしたって聞くと私には合いませんでしたって、でお客さん結構やっぱり皆さんお客さんってめちゃくちゃいいみんないい人なんですよ。自分の髪が原因でうまくいかなかったと思ってくれるんですよ。そうなんですよね。で髪質がもともといい人って何やってもうまくいくんで、そういう髪質的に何でもうまく見える髪質ってあるんですよね。そういう人って髪質改善とかやっても矯正やってもまあ綺麗にこう見えるんですけど、まあ、実際高額払ってもうまくいかなかったっていう人結構多々多くて、まあうちみたいなとこちょっと来てもらうんですけど、まあ微妙な仕上がりだったりとか金額に見合っていないとか結構多いんですよ。だから金額で決めるっていうのはちょっとやめた方がいいと思います。僕は金額じゃなくて、どういう仕事内容してるのかそこをまあ見極めて行くのがいいかなと思います。あとはまあその美容師さんがマンツーマンでやるのか、それとも間にアシスタントをかましていくのかっていうのでも仕上がりのクオリティは変わってくると思いますね。やっぱアイロンの入れ方とかもかなり重要ですし、あと手法ですね。縮毛矯正の手法っていろいろあって、どれが正解かって分かんないからめちゃくちゃ面白いんですよ。これが一番いいって言い切れる美容師さんもそんなにいないんじゃないかなって思います。半信半職人であればあるほど、いやこれでいいのかなとかもっとできるんじゃないかなって追求しちゃうんで、ゴールが見えないんですよ。だから縮毛矯正って僕も好きなんですけど面白いんですよね。どこまでいけるのかっていうね、正解があって正解がないというか、ゴールがなかなか見えない。一番良くないのはなんとなくゴール見えちゃってて、まあこれ一番とりあえずいいかなみたいな感じで、まあ、その先を追求しないでやってるパターンがちょっと怖いですよね。時代に置いてかれちゃうというか。そうですね、口がうまいそうな美容師さんとかもちょっと値段が高いところほど結構うまい、洗脳っていうとちょっと言い方悪いですけど、まあ、ちょっと宗教チックで口で結構これダメとかあれダメとか、うちはのこういうのはいいから他のはダメですよみたいな、まあそういうのも一つの手法なんで、そういうところ結構高いサロンとか多いかもしれないですね。そういうところでコントロール、お客さんをコントロールしていくっていうサロンもあります、実際に。なので、お客さんの本当見極めはね非常に難しいと思います。値段のね、低価格サロンよく多いのが、これ結構面白いですけど、高額サロンの縮毛矯正をやっててたまたま予約が取れなかったから安いサロンに行きました、そっちの方がうまかったみたいな、
これ結構あるあるで、余計なことやりすぎちゃって結果見えないみたいな、いろんなものを付け出したりとかして分かんない、実際シンプルにやってれば綺麗に伸びてるのにみたいな、そういうのもね実際あります、実際に。うん、そうすると今まで通ってたの何だったのかなっていう部分もちょっとあると思うんで、模索してるところとか結構危ないですね。模索し中とかはこれでいいのかなとかっていう、模索中の場合はお客さんが実験台になっちゃうんで、うん、結構ばらつきがあったりとか仕上がりに、そういうこともあります。まあ、そう聞くとねちょっと不安になっちゃうと思うんですけど、まあ、お客さんが選べるところっていう部分に関しては皆さんアイロン入れて仕上げちゃってるんで、それを最後動画でこうね、ツヤ出ましたよっていう風にやってる分に関しては見抜けないと思うんで、まあやる気がなければね SNS の発信もしないと思うんですね。なんでまあやる気があるリュウさんのところに行くのがいいかなっていう風に思うんで、とりあえずはですよ、とりあえず行ってみるしかないですよ。まあ、僕がここでうまい美容師さんの名前を挙げるのもちょっとこれはこの人のとこ行った方がいいですよ、各地域この人って言ったとしても、それもちょっとどうかなって思うんで、ちょっと名前は挙げれないんですけど、はい、ということでですね、皆さんちょっと見る目を養って、いただけたらいいかなと思います。今回の内容はですね、これ都市伝説の内容なんで全くの嘘になります。皆さん信用しないでください。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。結構ね今までも結構暴露してる動画あるんで、よければチェックしてみてください。はい、今日もご視聴ありがとうございました。